皆さんお疲れです。ドラゴンです。いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。お待たせしました。プロ野球都道府県別最強ベスト9を再開したいなと思います。まあ一応ね、再開にふさわしい都道府県というところで東京都編をお伝えしたいなと思います。はい、お待たせいたしました。ようやくね、都道府県別ベスト9を送れるような、準備が整いましたので今回作らさせていただきました。どういうメンバーが出てくるのか、一応ですね、このベスト9に関しては、僕が、個人的に選ばせていただいたベスト9になっております。まあ、バッターに関してはスタメン9人ですね。指名打者制の9人で、あとはピッチャーが、先発ローテーション6人、そして、セットアッパーと抑え2人という感じで選んでいこうかなと思います。それでは始めていきたいなと思います。どうぞ。はい、1番がですね、レフトで清水隆之選手選ばせていただきました。読売ジャイアンツ足立区出身ですね。巨人の黄金期を支えた、孤高のヒットマンですね。アベレージヒッターですね。で、2002年が、ジャイアンツの、黄金期だったんですけども、ここもですね、当時のセリーグ記録となっていた、191安打を記録します。リーグ優勝、そして日本一に大きく貢献をした1番バッターです。はい、2番がですね、ショートで鳥谷敬選手ですね。走攻守3拍子揃った阪神が誇るレジェンドショートストップですね。 NPB 歴代2位の1939試合連続出場、13シーズン連続試合出場と、怪我に滅法強く、背中で引っ張るキャプテンでした。2020年から新天地、芝ロッテに移籍、もう一花咲かせてほしいなと思います。はい、3番がですね、セカンドで井口忠人選手ですね。右方向への強烈な打球が持ち味のクラッチヒッターで、2003年は惜しくもトリプルスリーはなりませんでしたが、打率3割4分27本109打点42盗塁という好成績を残し、強力なダイハード打線の中軸として活躍をしました。その後メジャーリーグ、そして地元千葉ロッテという風に活躍の輪を広げてきました。はい、4番はファーストで王貞治選手です。世界記録となる通算868本のホームランを記録した世界一のホームランバッター。そのホームランバッターは東京出身、そして中国国籍のレジェンドです。ホームラン記録以外にも敬遠数、出塁率、打点数、長打率など日本記録を総なめにしています。独特の一本足打法から驚愕の打球を連発しました。はい、5番は指名打者で江藤悟選手ですね。広島東洋館、類いまれなるパワーからアーチをかけ続けた微笑みのバズーカです。広島時代は4番として活躍し、2度の本塁打王に輝いてます。巨人に FA 移籍後は、そうそうたるメンバーの中でも、サードのレギュラーをしっかり張り、ホームランを打ちまくりました。はい、6番は、キャッチャーで、田淵幸一選手ですね。阪神タイガース。通算本塁打、474本塁打を誇る、強肩強打の星です。 NPB 史上4人目となる3イニング連続本塁打を記録するなど、固め打ちも得意としていました。またオールスターゲーム出場11回と人気も非常に高いキャッチャーでした。
野村監督に次ぐ強打のキャッチャーでしょう。はい、7番サード初芝清選手、メガネ姿がトレードマークのミスター千葉ロッテ。ロッテ一筋17年で232本塁打、879打点を記録した強打者。1995年はなんとオリックスのイチロー選手と日本ハムの田中幸雄選手と3人同点80打点で打点王を獲得しました。打点王3人というシーズンは非常に珍しいと思います。はい、8番ライトで鈴木誠也選手を選出しました。広島カープそして侍ジャパンの現主砲で神ってる男鈴木誠也選手、2016年にブレイクして以降4年連続25本塁打以上80打点以上と安定した成績を残し続けております。おまけに足も速い選手で2019年にね、初のタイトルとなる首位打者を獲得し、今後がますます楽しみな選手となっております。はい、9番はセンターで飯田哲也選手を選出しました。テレビ番組の人気企画だったスポーツマンナンバーワン決定戦、こちらの方で大活躍した選手で、その俊足を武器に通算234盗塁、一度の盗塁を獲得しており、その俊足を生かした外野守備、その守備範囲も驚異的、そして外野守備の技術も芸術でした。はい、ピッチャーです。ピッチャーはエースは杉下茂投手にしました。杉下投手はフォークボールの神様と呼ばれており、日本で初めてフォークボールを武器として活躍していたピッチャーと言われております。通算11年でなんと215勝、最多勝2回、奪三振王2回、最優秀防御率1回、そして3度の沢村賞とタイトルを総なめにしました。はい、岩隈久志投手ですね。抜群の制球力を誇る精密機械という言葉が一番似合っているピッチャー。2008年に21勝を挙げ、最多勝を獲得、そして沢村賞も獲得しました。松坂大輔投手、平成の怪物、その剛腕武器にメジャーでも活躍し、 WBC、MVP に2度も輝く活躍を見せました。はい、石井武弘投手、抜群の制球力を誇る右腕でパームを武器に1992年に15勝を挙げる活躍を見せました。はい、土橋正幸投手、20勝以上したシーズンが5度もあるピッチャー。30勝を挙げた1961年は25の完投という無尽蔵のスタミナを見せつけました。武田和弘投手、カットボールを日本に広めたピッチャーですね。カットボール、シュートという横の変化で受け捨て取るピッチャー。先発中継ぎ抑え、どこでもこなせる器用なピッチャーです。最多勝、最多セーブ、両方獲得したこともあります。はい、セットアッパーです。セットアッパーは秋吉亮投手にしました。サイドハンドからの癖玉が武器のタフネスピッチャーで、新天地日本ハムでも変わらぬ活躍を見せています。タフネスリリーバーぶりを発揮しています。同じチームのレジェンドリリーバー宮西投手に肩を並べていきたいところですね。このままタフネスぶりを発揮して、防御率も2点台をキープして活躍を見せてほしいなと思います。はい、抑えは山崎康明投手ですね。横浜 DeNA ベイスターズ、小さな悩人山崎康明投手、独特のクロスステップするフォームから繰り出す150キロオーバーのストレートと落差がえぐいツーシームが武器です。毎年安定した成績を残しているため、次のセーブ記録を更新するのは山崎投手でなかろうかと思っております。東京都の守護神は
この安定感抜群の小さな大魔神で決定だと思います。はい、以上東京都出身の最強オーダーでございました。選手が多すぎてどの組み合わせでも良さそうですが、私はこのオーダーでいきたいなと思います。エースはね、フォークボールの神様と言われる杉下投手、時点で岩隈投手、松坂投手という球界を代表するエースが選ばれました。4番はね、間違いなく世界の王選手の間違いないでしょう。私ならね、この選手を選ぶというコメントどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価も励みになりますので、よろしくお願いします。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後ともお楽しみに。